ことで、ぶらり桜も、桜もというか、ぶらり桜を眺めつつ、雑談といきたいんですが、昨日なんですけど、まあ、会社の帰りにですね、国道を走ってましたら、ちょうど目の前、一個前ね、ちょうど目の前走ってる車がですね、GR ヤリスだったんですよね。で、まあコンパクトな車としてはかなりまあ注目はされてる車ですよね。まあトヨタが本格的にまあスポーツという形でコンパクトで出してきた車でもあるので注目はされてるかとは思うんですが、実際に見たのは初めてで、いやかっこいいっすねあれね。 GR ヤリス、まあ後ろから見ただけなんですけど、後ろから見るとあれかっこいいっすね。すげえかっこいいなと思いました。なんかシルエットとして見ると、うん、スイフトスポーツみたいな雰囲気はちょっと匂わしてるっていうかね、こうなんつうかな、だるまみたいな感じですよね、形的にはね。下タイヤのボディから下半分ぐらいがちょっとブワッとこう盛り上がってる感じで、で上半分がこう少しシュッとしてる感じみたいな、わかりますかね言ってることが、まあ、感じだったんですけど、まあ、シルエット自体はねパッと見最初スイフトスポーツ言いにくいな、スイフトかなと思ってパッと 見えたんですけどね、まあ、実際こうやって近寄ってみると、まあ、ヤリスだったんですよね。おおと思ってね、ヤリスなんですけどビッツか、もっとビッツでしたっけですよね。ただまあ GR のあれを見た時はかっこいいなと思いまして、あのタイヤもあれ標準なのかどうかわかんないですけど、かなり太めのタイヤを履いてて、まあ、その車はね太めのタイヤ履いてて、で、まあ、リアウィングも結構大きめのついてるし、あとマフラー2本出しだったっていうのもかっこよさのポイントを増してますよね。おっと思ってね、最近のトヨタは、まあ、特に GR のシリーズは結構かっこいい車出してくるなと思ってね。まあそれでその車を見た後ね、家帰ってかっこいいなと思って GR のあのサイトを見てたんですけど、 GR のヤリスもトップのモデル、あれグレードが3つあるみたいですけど、トップのパフォーマンスのモデルになるとマニュアル車なんですよね。あれもマニュアル車なんですよ。なんかグレード3つあるんですよね。で、一番下のモデルが CVT なんですよね。で、上2つモデルがマニュアル車なんですよね。で、マニュアル車かと思ってね、残念だなと思って、まあ、加えるとあの一番下のモデルも CVT かと思ってね、あ残念だなと思ってね、もう結構私の、ね、動画では言ってますけど、あのもう CVT とマニュアルはとにかくもうなくしてもいいんじゃないかと思ってるんですけどね、残念だなと思ってね。そうなんですよね、 GR のスープラもマニュアル車出すっていう噂があるんですよね。あれは別にいいと思うんですよね。もともと8速オートマでしたっけ、で出てきてマニュアル車も欲しいっていう欲があってマニュアル車を出すと、まあこれは全然構わないと思うんですけど、最初からマニュアル車しか設定されてないっていうのはね、どうなんだろうっていうね。まさにマニュアルって思っちゃいますけどね、私なんかはね。まあ何はともあれ GR ヤリスの後ろ姿はめっちゃかっこよかったっすね。あれはかっこいいなと思いました。最近のトヨタの GR はデザインいいなと思って、かっこいいなと思ったって話ですね。ああいうポイントって大事ですよね。パッと見てかっこいいなと思えるかどうかってね、実際ね乗って運転してる分にはあの自
分の車って自分では見えないですからね。別にあのそんな自分の車がかっこいいかどうかなんての意識して乗ってる人ってあんまいないと思うんですけど、ただまあ所有感をね高めてくれるっていう分でいけばね、やっぱこう乗る前にパッと見た時にかっこいいなと思えるかどうかっていうのはやっぱりこうテンション上がるかどうかっていうところの材料にもなってきますしね。本当にこう所有してる喜びっていうのを与えてくれる一つのポイントでもあるんで、やっぱデザインって大事ですよね。もちろん走りやってのデザインですけどね、実際乗ってみたらあれって思うようなんだとね、それはもう非常に残念ですからね。